はい、ディアパソンの 132AE というね、機種ですけども、これはね、大橋デザイン、大橋モデルになってますね。調律にお伺いしたというか、見積もりにお伺いさせてもらったときに、ご実家の方からね、ちょっと運びたいということで、中見せていただいたんですけども、まずこれですね、ネズミちゃんが鍵盤をかじってるような感じになってますね。はい、この辺もちょっとね、多分これ鍵盤上げると、中ね、ネズミさんの巣があるかもわからないですね。なのでこの辺とかもね、かじられてなくなっておりますね。この辺も直していかないといけませんね。高音部の方もなくなっておりますね。はい、ところどころまあかじられておりますので、その辺は直していかないといけないと思いますね。はい、あと鍵盤の動きもうね、スティック気味ですしね、ロスはありますしね、もうまず分解掃除から始めて、やっていきたいなと思います。音の方もね、ね、もうこのぐらい狂っておりますね。はい、やりがいのあるピアノじゃないかなと思いますね。ピンの方も錆びてが来ておりますしね。はい、ちょっと外装の方もね、写しておきたいなと思いますね。はい、下前パネルを、開けてみましたら、乾燥剤とかは、破られているような感じになっておりますね。はい、はい、外装の方はですね、こんな感じですね。はい、ちょっとまあ曇りがね、ありますので、この辺はまあ磨いていけば、綺麗になっていくと思いますね。はい、ディアパソンのマークもね、だいぶ、曇っておりますね。こういう状況になっております。はい、これ外装の方はね、ピカッとなると思いますね。綺麗になると思いますのでね。はい、とにかく豪華なピアノですので、楽しみに作業させていただけたらと思っております。